本当にめぐみがこの料理を？はい、もうここいらじゃ誰もかなわないですよ。東京にね、有名な料理の学校があるそうなの。そこに行ってみる気はない？え？世界で活躍する卒業生も大勢いるそうよ。でも、お母さん、私、将来は旅館の手伝いを。最終的にめぐみがここで働くって決めるなら、それでもいい。お母さんも嬉しいわ。でもね、その前にめぐみには一度でも広い世界を見てきてほしいって思うの。なんじゃ、めぐみの料理が10点かそこらじゃと。だから5人合わせて100点満点だって言ってるべ。じいさん、いいぞ、さすが俺たちのめぐみだ。ほら、学業成就のお守りよ。東京か、寂しくなんな。でもめぐみの才能埋もれさせるな、おしべ。頑張ってよ、めぐみ。めぐみは地元で一番の出世頭になるかもしんねえぞ。めぐみ、学校はどう？お母さん、あのね、順調だよ。授業もすごく楽しいんだ。めぐみは本当はすごい子なのにな。よかったらまた調理の自主練しない？私たちも付き合うわよ。あ、うん、ありがとう。でも今日は一人で練習しようかなって。ついに来たね、田所ちゃん。小さな小さな君の庭から羽ばたく日だ。田所めぐみ選手88点、4位、予選突破。北条美代子が予選敗退。大波乱だ。力で黙らせるしかないと思ってた。今の私にあんな場所が作れるか。